はい、こんにちは。皆さん、マックガイヤーです。音聞こえますか？大丈夫ですか？音聞こえてる？今ですね、僕は、新宿のゴジラホテルに来てます。ちょうどね、今、8時なんで、ゴジラがね、こう、口から水蒸気を吐いてるというところになってますね。これね、来る前に歌舞伎町を歩いていたら、なんか、ちょうどこう、なんかね、俺6時ぐらいに来たんだけど、6時ちょうどにゴジラがこう、吠えてて、ちょっと音聞こえるかな？そうなんですよ。ゴジラがこうガーって吠えてて、で、口から水蒸気を吐いてて、で、歌舞伎町を歩いてる人たちが、あ、これすごい名物じゃんみたいなことを言ってて、もうね、あれですよ、こう眠らない街、歌舞伎町からゴジラの街に変わりつつあるという感じですよね。なんでここにいるかと言いますとですね、実は私明日、そうそう、今ね、ゴーゴーゴーって泣いてるんです。で、これをね、歌舞伎町のホストどもが眺めてるんですよ。イチャイチャしながら。あ、ちょうど目の光が消えた。そうなんですよ。で、なんでここにいるかっていうと、実はですね、あ、またついた。明日は実は私、こう、社畜なんで、明日新宿で仕事がありまして、で、今日はね、ここに泊まりつつ、ニコ生放送をお送りするということになってます。ハウリングがひどいって言ってるから大丈夫かな？そうなんですよ。初めてね、一人で放送するんで、なかなかに、こう、行き届かない点があるかと思いますけども。いや、会社経費じゃなくて自費です。本当は自宅から行くんですけども、ちょっと朝早いんで泊まりですね。この部屋いくらかは、ね、自分で調べるといいですね。そういうわけでですね。で、今日はですね、いろいろと、こう、あ、そうだ、最初にね、この部屋に泊まると、いろいろもらえるんです。あ、女子じゃなくてね、風俗に行くのもよしですよ、歌舞伎町なんで。こういうふうにね、いろんな、なんか、こう、グッズがもらえるわけですよ。こんななんかトートバッグをもらえたり、このゴジラのマークが入ってるなんか袋みたいなのもらえたり、多分ね、これ、お風呂グッズとか入れるんでしょうね。あと、タオルももらえると。ね。このタオルは、タオルでね、こうお風呂に入ってほくれという感じでしょう。そう、何も欲しくないかもしれないですけど、やっぱここ場所から、やっぱ外国人がいっぱい取って泊まってるわけですよ。外国人がこの袋を持ちながら、もう超嬉しそうにしてましたし、で、外のね、外、これ、今は9階なんですけど、8階からはこのゴジラを写真撮って、で、もうみんな嬉しそうにこう写真撮ったんですよ。俺も撮りました、当然。いや、いいですよ。しかもここは、下が映画館なんで、多分24時間映画館を見てると。そう、で、今日の献立を、今日の献立はですね、まあ、やっぱり、これ、ゴジラのホテルなんで、ちょっと怪獣映画と、ラブ&ピースの話が一つ。で、もう一つは、もう 4DX も行ったマッドマックスの話が一つと。そして、昨日嫁に怒られながら見たアベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトラの話が一つ。で、さらに、ちょっとマイナーになるんですけども、ジャージー・ボーイズ舞台版を見たんで、その話が一つと、あと、加山莉佳に会いに、病跡学会に行ったんで、その話が一つ。これは、ちょっと、有料の方だかな。あとは、結構面白かった、行って帰ってきた特急じゃの話が一つと。そんな感じかな。そうです。加山莉佳の話は、有料でしましょう。どうしようかな。せっかくなんでね、もうみんな大好き、マッドマックスの話からしますか。当然、マッドマックス見ましたよね。俺、ファンブックちゃんと買ったんですけども、マッドマックス見たっていう人、何回見ました？俺はね、まだ2回しか見てないんですけどね、ちょっと今夜3回目を見に行こうかと思うんですけど、これね、当然みんなね、見てるんで、こうネタバレありで話してもいいと思うんですけどね。石田君みたいな。やっぱり3回。これ見てない人はね、もう今すぐ見に行った方がいいですよ。で、この番組はタイムシフトで見た方がいいっていうぐらいですよね。で、本当面白くて、で、これ番組やる前とかにいろんな人と話したんですけど、
あれですよね、ジョージ・ルーカスが、まあ、今年ね、いろんな映画やるじゃないですか。ターミネーターもやる、アベンジャーズもやる、ジュラシック・ワールドもやる、そしてスター・ウォーズもやると。今年、本当に21世紀なのか。80年代か90年代ぐらいなんじゃないかってこう思うんですけれども、そうそう、007もやります。007も楽しみですよね。まあ、進撃の巨人はちょっと面白いかどうかわかんないんですけど、なんかね、思うのは、ジョージ・ルーカスは、こう、ジョージ・ミラーを見習った方がいいって話ですよね。その、ジョージ・ルーカスは多分ね、その、幸せな老後を、幸せな老後を送るために、スター・ウォーズの権利をディズニーに売ったと思うんですよ。で、クリエイターとしては引退と。いう感じだと思うんですけど、ほとんど同世代のジョージ・ミラーはこんなに頑張ってマッドマックスを作り、しかも多分もうジョージ・ミラー生涯傑作ですよね、このマッドマックス・フューリー・ロードは。いや、もちろんこれはね、人の自由ですが、その、まあ、クリエイターの在り方として、俺はジョージ・ミラーすごいし、なんかね、ジョージ・ミラーは、これ終わった後、なんかその公開した後、スピルバーグから電話がかかってきて、もうジョージ、すごいよ、超面白かったよって、スピルバーグからもうすごい熱のこもった電話があったと。多分あの2人は、なんだっけ、トワイライトゾーンとかで一緒に仕事をしたんで。でも、ルーカスは多分スピルバーグに同じ電話しないんですよね。いやー、本当面白かったですよ。でね、何がやっぱ面白いかっていうと、そのマッドマックスの1とか2って、やっぱジョージ・ミラーはその若い情熱で作ったと思うんですよね。で、日本にもそういう映画いっぱいありますよね。例えば「狂い咲きサンダーロード」とかね。で、ああいうその若い情熱で作った映画っていうのは、まあ、どれもこれもちゃんと成功すれば面白いし、見てるうち興奮するんですけど、で、このマッドマックス・フューリー・ロードはその若かりし情熱で、のようなその勢いがある映画かと思いきや、ちゃんとね、70とか80なりの冷徹な計算とか、そうそうそう、その80、70とか80なりの、こう、成熟した、なんだろう、成熟した、その、何年も何年もクリエイターをやってきて、ここはこうやって計算して作ろうとか、ここはこういうカット割りでやろうとか、こういう構成でやろうみたいな、その、ちゃんと年取らないとできない映画だと思うんですよね。そうなんですよ。その老化ってことで。で、本当面白いのは、その、やっぱり途中で、その、マックスとフェリオーサーが、その、一緒に乗った後、まあまあ、基本的にはね、こう、逃げる映画なんですけども、逃げるときに、その、誰かが、その、5人の妻たちとか、まあ、ウォーボーイズの一人とか、ニコラ・ソルト演じるウォーボーイズとかが、まあ、一緒に乗り込むと。で、その時に、どん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 、その、まあ、おい、その、まあ、妹誕生から逃げるんで、こう、いろんな仲間が、時々、妹誕生にさらわれてしまうと。で、それを取り返したりすると。で、その時に、やっぱりね、こう、同じカットで、こう、フィリー多さを画面に入れつつ、でも、その窓の後ろには、誘拐された、まあ、その時さらわれた妻たちもちょっと、ちゃんと画面に収めるとか、あとは何かな、あともうすごい老獪だと思ったのは、まあ、そういう画面構成が、ものすごくちゃんとしてるんですよね、なんか。で、さらにはですね、その、マックスは一応主人公なんですけど、主人公、ビーローと、主人公とされているんですが、この話見る限り、主人公はフィリオサで、マックスの方がヒロインじゃないかっていうふうに思っちゃうと。なんか、いや、これすごいですよね。その、いや、マックスが出ないと、やっぱり、ね、語り部みたいなのはいないし、途中で、マックスが狂気とは何かみたいな話をするじゃないですか。で、そうそう。で、さらに、マックスがフィリオサをこう輸血して、これはまあ、ネタバレしてもいいと思うんですけど、ちょっと、まあ、その、フィリオサを救ったりすると。で、それってね、
それとやっぱヒロインの役やと思うんですよ。みんなを癒す存在になるわけですよ、マックスが。でも、基本的にあそこから逃げるのはフィリオサの意志だし、まあ、フィリオサがみんなを引っ張っていくと。なんかね、で、しかも、フィリオサたちは、その妹誕生の、まあ、性差別っていうか、まあ、搾取されてる人たちなんですけども、要するにマックスはその女性と自分を、まあ、完全に同じ目線で見てると。自分の方が射撃の、自分よりもフィリオサの方が射撃の腕がいいと分かったら、すぐこう銃を上げるし、途中でね、こうフィリオサに肩を貸して一緒に撃ったりとかするシーンは、いやもう最高だなって思いますよね。やっぱね、これ見てると、国が放射能で汚染され、そして、女たちは産む機械だと呼ばれっていう点で、あれもしかして日本かなと思ったら、まあ未来のオーストラリアだったっていうところで、もうちょっと面白いと。よかったんですよ。友達が母乳房にうるさかったってね。あれですよ、女たちは子供を産み母乳を出す機械になってるわけじゃないですか。いいですよね。で、それでですね、まあ、あまりにも面白かったんで、最初僕 3D で見たんですけど、3D 吹き替えで見たんですけども、なんかですね、僕の住んでる川越の近くには、最近ららぽーと富士見っていう、こう、でっかいショッピングモールがオープンしたんですよ。で、オープン当初はものすごい混んでたんですけど、最近、ららぽーと富士見はものすごく空いてて 結構気軽にね、映画を見に行けるんです。で、本当はね、字幕を見たいんですけど、3D は吹き替えしかやってなかったんで、で、ららぽーと富士見はですね、なんか、MX4D みたいなのがあるわけですよ。で、もうちょっと2回目だから、そういうのを見に行こうと。なんでもね、MX4D は、この椅子がこうガタゴト動くと。おまけに水しぶきも出る。というわけで、ららぽーと富士見に行ったら、多分ね、映画の日だったからだと思うんですけど、こうね、一人でニヤニヤしながら、こうね、まだかな、まだかなって、こうね、映画の上映を待ってる、俺みたいなやつらがたくさんいて、すごいアットホームな環境で見ることができたんですが、で、どういう場面でね、こう水が出るのかなと思って。いや、これがですね、最初、妹誕生が、おいら、水やるぞってこうね、こう滝みたいに水流すシーンあるじゃないですか。あそこでね、水しぶき来るのかなと思ったら、全然来ない。で、これさっき書きましたね。こう、口に銀スプレーをこうね、やる。こうあれ、多分ね、麻薬だと思うんですけど、銀スプレーみたいなシーンがあるじゃないですか。あそこで、こう、ケーキの横から水がシュワーってなって、こう、顎がびっちょびちょになるっていう。俺、何目線で見てるんだよって、こう、ウォーボーイズ目線で 4DX が なってんのかよっていうね、こう、映画でしたね。嬉しいです。すごい面白かったし。で、なんかですね、こう、常に後ろの人からケツを蹴られてるような感じで、なんか、席が動くんですよ。こう、ガチャ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 、ケツの下が動いてて、こう、車が走ったらケツがガチャガチャ、車がぶつかったらケツがガチャガチャみたいな感じで、なんか、なかなか落ち着かない感情でしたね。いやー、よかったです、MXOD。でも、なんかね、多分、今週からアベンジャーズにこう劇場が移って、MX4D はなんか週1回、朝月、1日に1回、マッドマックスの枠は1日1回だけみたいになるらしいんで、あの時見といてよかったなと思ったんですけども。いやー、それでですね。で、まあ、本当にマッドマックスは面白かったんですが、やっぱこの映画ってどうしてもプラモが欲しくなるじゃないですか。欲しくないですか、皆さん。スピーカーをいっぱい積んだドゥーフ・ウォーリアーとか欲しくないですか？妹誕生が乗ってたキャゼラック二段重ねのギガホースとか欲しくないですか？もうね、ぜひこれはね、青島で作ってほしいんですよ。っていうのは、青島は今まで、そのマッドマックスに出したインターセプターのプラモをいっぱい売ってて、で、一時期ね、ものすごい安かったんです。まあ、それ当然ですよね。全然映画やってないのに、青島は、2010何年にも、なんか、マッドマックスの新製品とか出して、まあ多分ね、金型は同じなんですけど、エッチングパースをこう入れたりとかして売ってて、で、なんかあんまり売れなかったらしくて、一時期は模型屋の棚にすごい並んでたんですけど、でも今、ヤフオクを見ると、
インターセプターのプラモがものすごい値上がりしてて、なんかね、定価多分3000何百円なのに、倍ぐらいの値段で競り落とされてますよね。で、これ、日本でしかどうも売ってないらしくて、アメリカのアマゾンとかで150ドルとか売ってて、これね、多分なんかストックを持ってた人は今頃大儲けだなとか思うんですけど、もう、インターセプターのプラモでいいからも作りたいですし、そしてこんなにリピーターが多いんならば、青島はもう一回版権取って、このフューリーロード版のプラモをいっぱい出しても、もうどんどん売れると思うんですよ、もうね。ぜひ作ってほしいですし、ちょっとね、俺と、でね、なんかネットを検索すると、そのインターセプターがトランスフォームするみたいなのを、なんか作った漫画家の人がいて、ちょっと俺もそれは作ってみようと思います。楽しみですよ、これが。そんなわけでね、マッドマックスフューリーロードは超面白いんですが、ただ一つ欠点があるとすればね、やっぱ俺、今までですね、そのゲロとレイプが出る映画は世界一みたいなことを言ってたじゃないですか。このマッドマックスフューリーロードは、ゲロもレイプも全然出てこないんですよね。で、まあ、出そうと思えば出せたはずなんですよ。だってこの映画は基本的にはレイプされてるこう女たちがこう逃げるって話じゃないですか。だからね、この映画最初レイプから始まってもいいわけですよ。5人の妻たちが芋の誕生に、種付けされるシーンとかね。あとはフィリオサが、多分あれはね、マッドマックスの、まあ、1から続いてる話で、マッドマックス1は、お前足、切るか死ぬかだよみたいなこと言われて、結局死んじゃうわけですよ。でも、フィリオサはあの時足を切った、足っていうか手を切った人なんでしょうね。多分、あれは、妹誕生とかヒューキースバーンにこうレイプされようとしてて、でも自分の腕を切って逃げた。もしくは、レイプされない存在になった。みたいな、ことなんですよ。だから、そういうシーンからね、俺始めてもいいと思うんですよ。これは、基本的に主人公はフィリオサの話なんで、レイプされようとしたんだけども、自分の腕を切り落とすとか、自分が妊娠できない状態に自らするみたいな感じで、物語が始まると。でも、やっぱりね、多分これ、ジョージ・ミラーが、品がある人だからだと思うんですけれども、やっぱりね、こういう直接的なレイプとかは絶対映さないし、で、これ、ニコラス・ホルト演じる、まあ、ニュークスか。ニュークスってのは、まあ、ウォーボーイズが途中でちょっと、まあね、こう、ファミリーみたいになるわけなんですけれども、あれ途中でニュークスが、ゲロ吐くシーンあってもいいですよね。そう思いません？だから、途中でニュークスが落ち込むシーンがあるじゃないですか。使えんやつねみたいなふうに妹誕生に言われて、うーみたいになるシーンが。あそこで本当はね、ゲロ吐くべきだと思うんですよ。あそこが、ニュークスが一番落ち込むシーンだから。でも、吐かない。それはね、やっぱり、ジョージ・ミラーが、品がいい人だからだと思うんですけどね。だってね、これ、ホドロフスキーとかバーホーベンだったら、絶対レイプとゲロのシーン入れますよ。まあ、そこはね、出来がいいとか悪いとかよりも、まあ、完全に趣味の問題だと思うんですが、まあね、そこは、そう、俺、ここは、今日は一人でやってます。ちょっとね、うんこめとかはね、協力してもらってますが。まあ、レーティングの問題はね、あるんでしょうが、でもこれ、この映画って元から R18 とか PG13 じゃなかったでしたっけ？違うかな？だから、レーティングはね、これ以上上がってもそんな問題にならない気がするんですけど、どうだったかな。まあ、ちょっとね、そこだけが、まあ、残念っていうか、自分の好みとはちょっと違うかなっていう。R15 か。いや、家出中っていうかね、今日はちょっと泊まらなきゃいけない。新宿に泊まらなきゃいけないんですよ。まあ、そんなわけで、もう、マットマックス超面白かったという話です。で、今来た人いるかな？気になりますか？このゴジラが。そう、今、うんこめが入りましたね。まあ、ちょっとした外配信ですよ。本当に屋外で配信すると多分ね、声が聞きづらいと思う。アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトラですよね。そう、エイジ・オブ・ウルトラの話します？
昨日ね、俺頑張ってアベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンのその最速を見てきたんですよ。で、ちょっとね、なんか嫁が外に出てて、すぐ帰るかと思いきや、なんかね、なんか飲み会だって言うから そのちょっと11時までに帰ってきてよって言ってこう帰らしたら、映画見てる間に怒りの LINE メッセージが届いて、こうビクビクしながら家に帰ったんですけど、その、いや、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンってのは面白いですよ。面白いですけれども、マッドマックスを見た後だと、うーん、みたいに思ってしまうと。まあ、それはね、関係ないですけど、多分ね、それはね、今年見る映画全部同じだと思うんです。ターミネーターも、ジュラシック・ワールドも、スター・ウォーズもどうかわかんないですけど、ちょっとマッドマックスに比べたらこれは、みたいなのを思ってしまう。まあ、そこはね、しょうがない。で、まあ、それはね、置いといて、他の映画と比べるみたいな置いといて、エイジ・オブ・ウルトロンだけで見ると、これはね、なんか、ジョス・ウェドンお疲れ様っていう映画でしたね。なんかね、その、アベンジャーズ1は、まあ、超面白かったわけですよ。いろんな、まあ、ヒーローが、それまで一本の映画を作ってたいろんなヒーローが集まって、で、最初は、その、不仲だったけれども、もういろんな、アメリカっていうのはもういろんなこう価値観、いろんな人種の人が一つに集まって、なんか何かを成し遂げる国ですから。それと同じように、いろんなヒーローが集まって、一つの敵に立ち向かうという、もうアメリカ人万々歳みたいな映画だったわけじゃないですか、アベンジャーズ1は。で、アベンジャーズ2がね、これ、多分、これ、ね、いろんなことをしなきゃいけなかったんですよ。その、ヒーロー一人一人に見せ場を作るとか。でも、すごいのがね、これ途中で精神攻撃みたいなのを食らうわけですよね、ヒーローたちが。で、その時に精神攻撃を食らって、過去のトラウマとかを思い出すわけなんですけど、その過去のトラウマに、例えば、その、マイティー・ソーだったら、ソーのアスガルドの国にいる、まあ、こういう、まあ、マイナーキャラとかがいっぱい出てきて、ソー、お前はなんたらかんたらだ、みたいなことを言うと。キャプテン・アメリカだったら、キャプテン・アメリカが生きてた1940年代の、まあ、いろんな人が出てきて、あ、もう大丈夫なのよ、みたいな、なんかいろいろ言われると。なんかその、つまり、単独の映画に出てきたいろんなキャラとかも、もうしっかりこうご褒美として出てくると。で、さらに、新キャラが、まあ、4人ぐらいかな。その、レギュラーとしての新キャラが、まあ、3、4人ぐらい出てくると。で、その新キャラについても見せ場を作ると。でね、で、だから、まあ、これ上映時間160分なんですけど、なんかもう最初からその見せ場の連続で全然休まる暇もない。で、さらに今まで明かされなかったそのキャラクターの秘密も明かされると。なんかいきなりホークアイの実家、ホークアイのお家とか出てくると。だからね、いきなりハルク、これもね言ってもいいと思うんですけど、いきなりハルクとそのブラックウィドウの恋愛が始まると。で、そして当然みんなが見たかったハルクバスターとハルクの対決もあると。で、そういうのを入れつつ、一つの話としてまとめるって、これはね、もう奇跡に近いと思うんですけど、ジョス・ウェドンは、まあそれはね、頑張ってます。頑張ってますが、これを頭から終わりまで見ると、本当にね、もうみんなお疲れ様としか言いようのない映画でしたし、なんかね、いろいろ読んでみると、これ最初、編集したバージョンは3時間半のバージョンだったらしいんですよ。でね、それよくわかりますし、その、こういう映画って、その、見せ場の連続も面白いんですけど、本当にね、あ、ごめんなさいね、その、ネタバレはね、なるべくなしでありますが、本当にみんな見たいなのは、例えば、その、飲み会でね、こう、ヒーローたち、すごい能力を持ったヒーローたちが、飲み会で、こう面白いことするとか、なんかいかにもアメリカのこう中央、南西部のこうホークアイの家でみんながこうご飯食べたり、朝もやを見たり、で、朝焼けの中、こうクイーンジェットがこう離陸していくみたいな絵を、映画の方がちょっとやっぱ心には残るんですよ。で、でも、そういうのってね、こううまくこうテンションっていうか雰囲気っていうか流れを作らないとダメじゃないですか。その、いきなり、アクションと緊張感のあるアクションとアクションの合間に、そういう、こう飲み会のギャグシーンとか、こう情感のあるこう夕焼けのシーンとかを入れても、
ちょっとね、ああ、なんかいきなりだなとか思うんですけども、なんかね、だからこれ3時間半のバージョンの方が見たいなってちょっと思いましたね。そうです。で、これ冒頭がね、前作の打ち上げシーンっていうか、いや、いまいちっていうか、いや、面白いんですよ。その、ちょっとね、エイジ・オブ・ウルトロンの、これは原作っていうよりも、多分ね、同じ企画から出発した、その原作漫画が今発売されて、まあ、これは本当に面白いんですけど、やっぱり、ね、こういう感じで、その、ヒーローたちが、あ、こっちの方がいいかな。例えばね、これ一巻の表紙なわけですよ。映るかな？そう、2本分作れるぐらいだったんですよ。で、こういうふうに、こうヒーローがいっぱい並んでて、エイジ・オブ・ウルトラがいると。で、こんな感じで、その、大量のヒーローと大量のエイジ・オブ・ウルトラが、大量の、まあ、ウルトラたちが戦うとか、大量のヒーローと、その、大量のこうショッカー戦闘員みたいなのが、あ、こっちか。戦うみたいなね。そういうコミックの絵をそのまま映画で再現みたいなのは、すごいよくできてます。だから、ジョス・ウェドンはね、もうすごいいい仕事をしているんですが、なんかね、その、いろんなことが起こりすぎてて、多分これね、普通の人はついていけないっていうのがね、ありますね。で、そう考えると、やっぱりね、もう比較するのは、本当申し訳ないと思うんですけど、マッドマックスは超よくできてるなと思ってて、あんなにね、アクションなのに、全然その焦点がぼやけないし、今、どういうことが起こってるのかってのはよくわかると。で、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトラはね、多分これ予習しないと、ちょっとわかんないんですよ。今、こいつら何しようとしてんのみたいなのが、ただ予習してればわかるんですけども、これね、普通の人は、ちょっとついていけないんじゃないかなっていう時がありましたね。でも決してつまんない映画ではないので、まあ、みんな見るといいでしょう。っていうのは、この後やる、例えばキャプテンアメリカ3か、キャプテンアメリカ3シビルウォーは絶対に面白いし、アントマンも多分面白いでしょうね。で、なんかですね、このアメコミ映画っていうのは、やっぱり、ね、ちょっと流れがあるわけですね。例えば、バットマン、ダークナイトってありましたよね。ダークナイトは、まあ、全体の正義を優先するのか、全体の正義っていうか、あれだな。一部の人の安全を優先するのか、それとも全体の安全を優先するのか、みたいな話でしたよね。で、アベンジャーズも、で、そういう、すごく暗く重たい真面目な話っていうのを、まあ、DC 側、バットマンとかスーパーマンがやってて、で、マーベルヒーローっていうのは、まあ、それに対するカウンターみたいな感じ。基本的に明るくて、明るいヒーロー。おっさんだけども明るいヒーローみたいなのが、こう話を回していくみたいな、ムーブメントがあったんですが、でも、やっぱりね、根底に流れてるのは同じなわけですよ。つまり小文字の正義と大文字の正義、どっちを優先するかみたいな話で、特にアベンジャーズをもうよくみんな知ってますよね。オジマンディアス。オジマンディアスをの世界に生きるのか、ロールシャッハの世界に生きるのかみたいな話ですよね。で、その間をうろうろすると。で、それはそのヒーローという視点でもそうだし、ヒーローの内面でもそうだしっていうことで、だからアベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトラのヒーローたちはみんなね、自分たちこそモンスターなんじゃないかっていう、悩みを持ってるんですよ。しかもそれはね、全員。ホークアイ以外全員ですよね。で、ホークアイだけは普通の人で、だからホークアイの実家っていうか自宅に行くっていうのが、この映画でのものすごく大切なポイントになってるんですけども、で、それはですね、最後の最後まで引っ張ってて、この街を優先するのか、それとも世界全体を優先するのか、みたいなのがね、延々と続くんですが、なんかね、だから、あ、そういうダークナイトから離れようと思ってたら、やっぱちょっと戻ってきたんだなっていうのがありましたし、で、ソーですらですよ。あんなにこう明るくて強いソーですら、自分がモンスターなんじゃないかみたいなね、話題を持ってるんですけども、で、そのね、ソーがね、まあ、
まあ、全員ね、こう、みそぎをする、済ませるわけですよ。自分は、こう、怪物なのかそうじゃないのかっていうのがね、一人一人についてみそぎを済ませる。で、あれですよ、神様は守護神でもあれば破壊神にもなるみたいな世界ですから。で、その僧がみそぎを済ませるのが、なぜか地球のなんかね、こう、まあ、ある場所みたいなのが、よくわかんなくて、多分それはね、3時間半のバージョンだとね、ちゃんと説明されてるんですよ。なんかね、だから、ちょっと3時間半のバージョン見たいな。いや、そうですよ。ベトナムシンドロール。だからアメコミヒーローの話っていうのは基本的にアメリカがどうするかって話なんで、その通りです。だから、ベトナムシンドロームだったり、だから、アイアンマンは、原作のアイアンマンはベトナムから始まったけども、映画のアイアンマンはイラク戦争から始まったりするじゃないですか。で、キャプテンアメリカもそのまんまだしっていうことで。で、だからね、そういうのを考えながら見ると、面白いんだけれども、ちょっと長いバージョンで見たいっていうのがありましたね。だから多分ね、このアベンジャーズってアメコミ版ロード・オブ・ザ・リングなんですよ。で、ロード・オブ・ザ・リングも映画で見るよりもエクステンデッド版で見た方が面白いじゃないですか。これね、アベンジャーズエクステンデッド版の方が多分面白いだろうなって思いましたね。ゴジラの話に目がいっちゃう。今日はね、あれですね。今日はこのホテルにあった水飲むぐらいですね。まあちょっと、まあそういうわけでね。で、せっかくアメコミの話になったんで、アメコミの話しますと、まあ、それでですね、原作のエイジ・オブ・ウルトロン。まあ原作っていうか、多分これ同じ企画から出発したやつだと思うんですけど、これ面白かったですね。先月もちょっと行ったんですが、先月はアベンジャーズ対 X マンか。で、エイジ・オブ・ウルトロン、ほんと面白くて、で、これはね、ウルトロンのせいで世界が滅んじゃうみたいな話なんですよね。どっちかっつったらこれ映画でやればいいのにって思いましたね。で、映画の方は、誰も死なない、死因を、まあ、なるべく見せないみたいな感じなんですよ。一般市民が死のうとしたら、あ、一般市民が殺されそうとしたら、どんどんこうヒーローたちが助けに行くと。そういうシーンをもういちいち見てる。それは、ヒーローの存在意義っていうのが、まあ、正義を守る。もあるけれども、やっぱりね、こう無垢な一般市民を助けるっていうのがヒーローの存在理由だからっていうのがね、あるんだと思うんですが、このですね、このアメコミ版エイジ・オブ・ウルトロンっていうのは、一般市民がもうどんどんこう虐殺されていくんですよね。で、その中、ヒーローはエイジ・オブ・ウルトロンに全然かなわないから、地下組織みたいなのを作って、なんとかウルトロンに対抗すると。そのために時まで超えるみたいなやつなんですけども、あ、親コミックスに最近出ました。だこれはね、やっぱりその革命を起こそうみたいな話ですよね。そうそうです。で、多分これはね、映画でやろうとしたら、このマーベル・シネマティック・ユニバースっていう、こう一つの世界観を作ろうとしてるじゃないですか。映画でこれやろうとしたら、その後の、こう、始末が大変だから、多分ね、こう、やれないんだと思いますね。しかし、面白かったです。で、特にですね、まあ、あとはちょっと、あれか、で、ついでにね、先月、アベンジャーズ対 X-Man の話をしましたが、で、あれはね、まあ、どうだったかなっていう話をしたん、まあ、どうかなって話をしたんですけど、このトラハッパーって何でしょう、それは見てないや。まあ、この2巻が、アベンジャーズ対 X-Men 2巻が出まして、で、これ面白かったですね。1巻は、これ完全にスーパーロボット対戦じゃんみたいな。いや、東映のスーパーヒーロー対戦をアメコミでやってるだけじゃんみたいな感じだったんですが、この2巻目では、ちょっとテーマらしきものがね、こうやっと見えてきまして、こう、強大な能力を持ったヒーローは、ヒーローといえども腐敗するみたいな話をまあやろうとしてんだなと。ドラえもん、服部くん、パーマンのアベンジャー。あ、それはね、昔、小学生の時に見ました。で、このね、最近のアメコミはね、結構読みやすいんですよ。なんか日本漫画の文法で読めますし。まあ、とはいうものの、ちょっとそのアメコミのこう悪い癖として、なんか、ナレーションなのか作者の言い分なのかわからない、ト書きで説明されるっていう部分も、まあ、ちょっとはありますけれども、まあ、しかし、最近出てるやつは面白いですし、これね、面白いのは、
まあ、そのアベンジャーズと X-Men が全面対決するんですけども、何お前らその理由で対決すんの？みたいな感じだったんですよ、一巻目は。ちょっと無理やりすぎない？みたいな感じで対決してたんですが、それね、まあ、フェニックスっていう、まあ、昔 X-Men の仲間のジーン・グレイが、まあ、死んだ原因みたいなやつ、そのやつがやってきて、で、このフェニックスはもうすごい超能力を与えてくれるんですが、まあ、地球を滅ぼしたかもしれないと。で、アベンジャーズは、このフェニックスをなんとか地球から追い出そうとするんですが、X 名はこれこそちょっと救世主なんじゃないかということで、フェニックスをこう待ち望むと。それで喧嘩するという感じなんですが、とうとうフェニックスが来て、で、フェニックスが、このね、こう救世主とされた、なんだっけ？なんだっけ？ホープサマーズだ。ホープサマーズっていう、まあ、サイクロプスの娘に宿るかと思いきや、X 名5人に宿っちゃったという話なんですが、まあ、そこで1巻目が終わって、で、2巻目は、その X 名たちが、すごい超能力、神みたいな能力を手に入れた X 名たちが、地球を良くしようと思いきや、もう地球をまあ支配してしまうとみたいな話で、それにアベンジャーズがまた、こう、ね、革命家みたいな感じで立ち向かうという。やっぱりね、これ革命っていうのは一つの定型なんだと思うんですけども。で、もうそれがね、面白くて。で、この前にシビルウォーってのがあったわけですよ。で、シビルウォーで、そのアイアンマンは体制側についたわけですけど、で、キャプテンアメリカに、ちょっと、キャップ、俺の失敗した原因を、ちゃんとお前もなな学びよみたいな感じで、こう、揶揄したりとか、あと、なんか、ハルク、が完全にこうちょい役といるだけ参戦みたいな感じで参戦するみたいなのがすごい楽しかったんですが、で、これ見てやっぱ面白かったのはね、基本的にみんな超真面目なんですが、その中でも完全にね、こう無駄口ばっかり叩いているスパイダーマンと、あともう何でもこう、荒ごとで解決しようとするウルヴァリンが、その二人がみんな大好きなんだなっていうのがね、ほんとよくわかりました。多分このね、マーベル、シネマ、いや、それはね、これっていろんなスタッフが入ってるわけですよ。このアベンジャーズ対 X 面も、あとエイジオブ・ウルトラも。で、その中でも、常にね、こう、アベンジャーズの元からいたメンバーでもない、スパイダーマンとウルヴァリンがもう大活躍してて、多分、この二人がいないと、いるからこそ、このマーベル・ユニバースっていうのは、まあ、うまく回ってるんだなって思いましたね。で、単なるキャラ男かと思いきや、別にそんなことはないわけですよ。こういう、やっぱりね、アメコミが面白いのは、すごい神みたいな能力を持つやつ、とどう戦うかっていうのが、まあ、一つのこう話としてあるときに、日本の例えばジャンプの漫画とかだったら、まあ、修行をしたいとかするわけじゃないですか。でもそうじゃなくて、なんかまあ一応ね、これホープサマーズはこのアベンジャーズ対 X メンの中で修行をするわけなんですけども、スパイダーマンは知恵を使ってその神みたいなやつを倒すんですよね。もう能力では圧倒的に劣ってると。もう童貞がこうオナニーするみたいな感じで、こう蜘蛛の糸しか出せないスパイダーマンが、もう一応知恵を使って神みたいなやつを倒すみたいなのが、まあ、ちょっとね、こういう話、どっかで、前もアメコミで何回も読んだことあるんだと思うんですけど、そういう力ではもう完全に勝ってる相手に知恵で勝つみたいなのが、やっぱね、アメコミの人は何回も何回もやりたいんだろうなって思いました。そうそう。だからハンター×ハンターはそこら辺はね、ジャンプ的ではないし、でもね、ハンター×ハンターのゴンも最後はもう神みたいな感じになるじゃないですか。そういうのを、まあ、なんとか回避しようとしてるんだなって思いましたし、で、それを考えると、スパイダーマンが、ほら、あれ、このね、アベンジャーズの映画にスパイダーマンも参戦するらしいじゃないですか。ちょっとそれ楽しみですよね、これね。ね、スパイダーマン、見ました？スパイダーマンの映画の、あれですよ、サムライミのスパイダーマンがもう俺すごい好きで、その後のアメイジングスパイダーマンが、ほんとつまんなかったわけですよ。もうね、
こうすぐ童貞を失うスパイダーマンなんて最低だと思ったわけです。で、だからね、多分ね、こうだから資金直しをしたんだと思うんですけども、次アベンジャーズの、まあ、マーベルシネマティックユニバースに入ってくるスパイダーマンは童貞であってほしいですよね。そうなんですよ。もうウィーバーリー・ユー青春アクションみたいなスパイダーマンなんか見たくないわけですよ。で、マーベル、アベンジャーズに入って、キャプテンアメリカと童貞話をするみたいな、ね、お話をしてほしい。あ、スパイダーハムでしょ、きっと。みんな言いたいのは。最近テレビ東京でやってるスパイダーマンは、ね、超面白いですよね。俺はなんかね、シーズン4か5ぐらいからやってるらしいんで、シーズン1からはね、こうどっかで見れるようにしてほしいんですけど、まあ、そんなわけでですね、ハルクは DT じゃないでしょ。なんハルクはほら、こう女性に心を落ち着かされて、変身が解けるみたいなね、感じなんですけども、多分ハルクはその前にやってますよ。で、まあ、そんなわけでアベンジャーズの話はこんぐらいにしようと思うんですが、そうですね、ここがどこかって話をもう一回しますか。ここはですね、新宿のゴジラホテルです。で、後ろにゴジラがいるわけですよ。ちょっと見てみます？カメラを移動させてみます。ゴジラ見たい人。じゃあみんな手を挙げてるんで、一泊いくら万円はね、もう自分で調べて、ちょっとカメラを移動させていいですか。こうやって。映るかな？見えますか？こんな感じで。頭皮がよく映ってます。俺も40だから。こんな感じでゴジラがいるわけですね。いいとこですよ。ところが、その7時とか8時とか、こう時間が、こう、いい切れぐらいになると、戻ってもらった。ちゃんとゴジラの口から水蒸気が出て、で、歌舞伎町のスピーカーから、ゴジラの隣声がすると。で、ホストとホステスが、キャバ嬢たちが、もうキャーキャー言うと、いうところです。でね、まあ、その、ゴジラ、今、もう庵野秀明とかが作ってるわけなんですけども、どう思います？その、新しいゴジラ映画って面白くなると思います？ならない。あんま興味ない。これね、そのゴジラ映画の難しいところはですね、その、まあ、一応これ怪獣映画じゃないですか。で、怪獣映画で人間ドラマなんか見たくないっていう点だと思うんですよね。で、怪獣映画で見たいのは怪獣なのに、こう、人間たちがこうイチャイチャするとかね、こう、家族を守るんだとかね。そんな話見たくねえよとか思うわけですよ。そんなね、怪獣を見に来てんのに、人間がこう自分の子供を守るとか、嫁さんを守るみたいな話とか、そんな見たくねえよとか思うんですが、しかし、人間ドラマを出さないと、もう人間たちは見に来ないわけですよ。だって俺たち人間だからっていうね。でね、そこがね、俺怪獣映画の一番難しいところだと思うんですよ。で、ドラマがないと、やっぱね、映画は見にくい。なんだ、ずっと2時間、環境ビデオとか、ミュージックビデオみたいなもの見せられても、ちょっと、どうしようもない。かといって、怪獣映画で人間ドラマとか見せられても、どうしようもないと。そんなの見たくねえよとか思うわけです。だから、つまり、怪獣映画で見たいのは怪獣ドラマなわけですね。怪獣がもう悩み苦しむとか、怪獣が、まあ、ライバルの怪獣を倒すとか、まあ、そういうのが見たいわけです。だから、バーサスシリーズとか、まあ、面白いわけなんですけど、
そうそう、ラブ&ビズの話にこれから行きます。なかなかね、それ作るの難しい。で、多分ね、これ漫画ならできるんです。岸大五郎の恐竜大飛行って知ってます？昔ジャンプで連載されてたやつなんですけど、あれはもう全員登場、キャラクター全員恐竜で、で、まあ恐竜が何を考え、どうドラマを、どう生きてるのかっていうドラマをちゃんと漫画でやったってやつなんですが、だからね、そういうのがないと難しい。で、ゴジラ対ヘドラは奇跡的にうまくいった作品ですよね。あれ、その人間ドラマっていうよりも、怪獣が一つの象徴として、戦ってたみたいな映画じゃないですか。だからあれは本当アメリカンニューシネマに近いっていうか、その象徴、まあ、シンボル同士が戦って、で、世の中が何かみたいなのを言うと。そう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 。そうですよ。当然、ゴジラを今やるならば、原発の話をやらないと嘘なんですけども、でも、ゴジラって、やっぱりね、東方が送る、まあ、大作映画なわけですよ。昔、ゴジラ映画っていうのは、黒沢映画と同じぐらいの予算を使って作られてたと。でもね、今、それできるかって話ですよね。海外で売ってくんならいいんですけども、なんかね、今、日本でやると、ちょっとここだけの、日本で公開する映画は、こんぐらいの、大ヒットしてもこんぐらいの収益しか生まないっていうのは決まってるんで、当然それはね、予算が決まってくると。で、そうなると、原発とかを入れて、客が来なくなっちゃうとちょっと困っちゃうと。子供が死ぬシーンとか入れて、客が来なくなっちゃうと困っちゃうみたいな話になるんで、どこら辺がね、難しいところだと思う。そうそう、ファミリー映画なんですよ。難しいところなんだと思うんですが、でも俺たちみたいのは、ちゃんとね、ゴジラが暴れて、もう大人も子供も、おじいさんおばあさんももうどんどん死んで、で、ゴジラが原発を襲って、日本が放射能の地になるみたいな映画が見たいわけじゃないですか。でもそんなの難しいというわけですよね、なかなかね。で、さらにですね、だから甲状腺がんの子供とかを今作るんなら出さなきゃいけないわけですし、で、最初のゴジラもやっぱね、子供にガイガーカウンターを向けるとビリってなるシーンがもうドキドキするわけだし、まあ、あれはちゃんとね、ゴジラは戦争の象徴だということで、ちゃんと機能してたんですが、今だったらね、福島に住む人たちが、まあ、それなりの数甲状腺がんになり、そしてそれなりの数の人が福島から、まあ、逃げて仮設住宅で暮らしてるわけですよね。だからゴジラのせいで甲状腺がんになるとか、ゴジラのせいで仮設住宅に住んで、で、どん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 ちょっとうつ病になって死んでいくみたいな人を出してほしいんですが、しかしそれはちょっと難しいでしょうと。そう、そのデリケートな問題に踏み込む、まあその勇気っていうよりも、まあ、リスクを取れるかどうかっていうことだと思うんですが、まあ、しかしですね、もう一つの作り方があって、それはですね、怪獣っていうのは、まあ、人間の鬱屈の象徴だっていうのは作り方が、まあ、もう一つの作り方としてあるわけです。まあ、もちろん最初のゴジラ映画もありました。最初のゴジラ見たっていう人、どんぐらいいます？ちゃんと見たっていう人。ちゃんと話しますよ。まあ、最初のゴジラね、まあ、あれはね、基本的には、いや、俺もね、その解説で、ちょっとそのゴジラの回の解説で話したんですけども、あれって、宝田明と平田明彦が、高知桃子を取り合う話っていうふうにも読めるわけです。最初ですね、平田明彦と高知桃子は、まあ、許嫁だったと。でも、多分ね、これ平田明彦は戦争で傷を負ったと。多分ね、放射能の傷なんでしょう。だってケロイドがついてるから。それで自分は高知の方向にはふさわしくないと、身を引いて、で、ものすごい健康的な、もういつもタンクトップばっかりしてる宝田明に、高知の方向が取られちゃう。で、平田明彦はね、ゴジラを、まあ、平田明彦は殺すんですけども、で、ゴジラってちょっとね、どっちかって言ったら、宝田側か、健康的な宝田明側か、もしくは、放射能で傷ついた平田明彦側かって言えば、平田明彦側の存在なわけなんですよ。だから、宝田明が、僕はゴジラを許さないぞみたいなことを言ってるときに、
平田昭彦とか、あと志村たかしとかは、とか思うわけですね。いや、どっちかっつったら俺たちゴジラ側だろって思うわけです。し、これは監督の本田翔もそう思ってるわけです。つまりですね、これは、なんかね、町山さんとか、桐道志作さんとかも言ってるわけなんですけども、つまり健康的な社会がある。健康的な社会があって、で、片方にゴジラがいると。で、自分はその中間で、どっちかって言ったらゴジラ側に寄っちゃうんだけれども、でも、自分が好きな女性は健康的な社会の側にどうしてもいると。で、それをこう、鬱屈した目で眺めてるみたいなのがね、その本田一郎が作るゴジラの構造にあるわけですよ。で、僕ら怪獣映画を大人になっても見てる人間っていうのは、どっちかって言ったら健康的な社会っていうよりも、そういう志村たかしとか平田晃彦の側にいるわけじゃないですか。84年側のゴジラってみんな見ました？その、スーパー X とか出てくるやつですよ。あの時に、タクマシンが出てきて、僕たちはゴジラを許さないぞっていう時に、いや、お前の方が許されんねえよとか思うわけじゃないですか。お前、どっちかっつったら、もうそのバブルに生きてて、こう、なんか、こう、いかにもバブルのスーツ着てて、こう、ジュリアナルを持ってるようなたくましいのが俺たちは嫌いだからとか思うわけじゃないですか。で、多分ね、庵野監督が作ってるゴジラっていうのは、まあ、ちょっと、基本的にはそういう立ち位置をちゃんとね、その維持してると思うんですけれども、つまり怪獣っていうのは、そう、リップルームで蜂蜜トーストを食ってるたくまシンガーよりも、こう放射能を吸ってこう海底で生きてるゴジラの方に俺たちは感情移入してしまうわけだし、で、怪獣映画でドラマをやらざるを得ないとするならば、たくまシンガーよりも、宝田明よりも、平田晃彦や志村たかしのドラマの方に僕たちは感情移入してしまうし、そういうドラマをやるべきだと思うんですよ。例えばですね、今、これゴジラ、見てください。ゴジラに耳がついてますよね。こっちか。こうやればいいのか。爬虫類は耳を持ってないわけなんです。でも、最初のゴジラには耳がついてたし、今のゴジラにも耳が復活してるんじゃないかな。ええ、そうです。僕の今の話は町山智博さんが話してたことなんですが、ここからちゃんとね、俺の話になります。ちゃんと大丈夫です。そう、前提の話。でね、まあ、つまり、ゴジラっていうのは怪獣っていうよりも、まあ、鬱屈した人間の象徴の話だとしても読めるわけです。で、まあ、そんなわけで、だからですね、例えば、ウルトラマン、であと、そういう話いっぱいありましたね。ウルトラシリーズとか。その、鬱屈した少年の怨念が怪獣になるとか。交通事故で死んだ少年の怨念が怪獣になるとか。あと、川崎のこう工場街に住んでいる、鬱屈したこう若者労働者が円盤を見るとか。川のほとりに住んでるものすごい差別をされてて、差別をされてる少年が、下駄を履いた日本人にいじめられる少年が怪獣を呼ぶとかと。いや、言いましたね。で、そうです。帰ってきたウルトラマンにもあったし、まあ、俺を楽しかったのは、やっぱウルトラマン太郎ですよね。こう、スポーツで、こう、スポーツがうまくできなかった少年の怨念が怪獣になった。で、そう、あの頃の脚本が鬱屈した。で、今、ゴジラを作るならば、そして放射能のそのリスクの高い話題に踏み込めないならば、やっぱそういう、こう、鬱屈した怨念を怪獣になるみたいな話をやるべきだと思うんですが、市川新地の世界でもあるんですけども、でですね、最近僕はそんな怪獣映画を、見てしまいました。それが何かというと、これですね。このラブ&ピースです。映るかしら。ここでタブレットが難しいかな。ここでタブレットは
キラキラして難しいですね。まあ、ラブ&ピースの、こうね、こう写真が写っていると思ってください。そう、そのシオンのラブ&ピースです。ラブ&ピース見たっていう人。うん、そうですね。ドローン少年とか見てほしいんですけど。で、これはね、まあ、なんかね、若かりしその子孫のうっくすがものすごい詰まった映画だと思うんですよ、やっぱり。で、主人公は、サラリーマンなんですが、なぜかですね、多分音楽関係の仕事に勤めているんでしょう。なんか、こう、ギターとかのパーツを作ってるのかもしれないんですが、まあ、そこでね、ものすごい、こう、いじめられてるというか、馬鹿にされてると。で、なんかね、上司がマキタスポーツっていうのが面白いんですけど、みんなから、すごい、こう、お前はできないやつみたいに言われてると。で、社内にですね、なんか憧れの人として麻生久美子がいるんですよ。またね、またこの麻生久美子ってのは良くて、その麻生久美子って、もうずっと昔からこう母性キャラみたいなのを演じてたわけですね。キャシャーンとか、こう赤影、まあ、リメイクされたもの赤影とか、あとアイデン&ティティとか。で、その頃は麻生久美子は20代だったんですが、今ちょっと年取った麻生久美子も、なんかね、年取った母性キャラみたいな感じでこう出てきてますよね。で、なんかね、もう本当ね、これ自分の話になっちゃうんですけど、もううちの嫁が、麻生久美子と仲間由紀はずるいと。私もあんな、こう、面白かわいい、こう、30代、40代になりたいみたいなことを言ってて、まあ、なるほど、なるほどと思ったんですが、で、今回の麻生久美子も同じ役なんですが、まあね、そんな美人とはされていない役っていうのが面白かったですし、なんかね、ロック T シャツを着てるんですよ。いかにもフジロックとか行きそうな。でも、ちょっと暗い感じで、主人公だけが麻生久美子の魅力を分かってるみたいな感じだったんですが、まあ、それがね、本当良くて、つまり、多分ね、その子孫が住んでる文化圏では、あれですよ、中央線文化圏ですね。そう、モテキもそうです。モテキもそうなんですけど、スーパースターになるみたいなのが、こう、ロックのアーティストになるみたいなのとちょっと重なってるわけですね。だから、この映画では、これもうどん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 ネタバレの話しますよ。まあ、主人公はね、カメを飼うんですよ。で、そのカメのおかげで、カメの超能力のおかげで、主人公の夢が叶うと。でどん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 こう亀は主人公のそう俺もね俺もこう白髪まじなんですよ、ね、しょうがないんですよ。まあいいんですけど亀のでどん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 亀は、ね、主人公の欲望を捨て大きくなってで、ついに亀は怪獣になってもういろんなものを襲ってしまうという話なんですけれども、でこれねやっぱだそのねこういう中央線ロック文化圏、サブカル文化圏みたいなのに馴染みがない人もいると思うんですけども、例えばですよ、今、まあ、ほら、国会でね、こう、安保法案みたいなのがこう議論されてるわけじゃないですか。で、こう、徴兵制が憲法に反していないですみたいなことを言う人がいるわけじゃないですか。で、なんだ。あと、こう、まあ、国会のね、まあ、勉強会みたいなところで、こう自分ちゃんと自分たちの意見を言わないメディアをお仕置きを しなきゃいけないなみたいなことを言ってるこう政治家とかいるわけじゃないですか。でそういうのをもし俺が会社だったらそんなのぶっ壊したいって思いません？で例えばですよ、例えば今オリンピックスタジアムがこう、ね、こう税金でできるかできないかみたいな話があるじゃないですか。あれか、国立競技場か。国立競技場を建て替えるのに何千万円かかると。いや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 、そんな税金かけても困るんだろうと。そんなね、でもそんな税金を無駄にかけるよりも、今あるやつをこうちゃんと整備して直せばよかったりとか思うんですけども、なんかまあ、議員の、こう、
なんだ、ゲインの名誉かなんか知らないけど、もう一回壊しちゃったんで、ちゃんと作んなきゃいけないみたいなこと言ってるわけじゃないですか。だから、そんなね、こう何千億円も作った、かけて作った国立競技場を、俺が怪獣ならもう壊してやりたいって思いませんか？そう。でね、なんと、多分ね、これもう、すごい偶然だと思うんですけれども、このラブ&ピースには、オリンピックスタジアムみたいなのがちゃんと出てきます。で、主人公の夢は、まあ、すごいスーパースターになって、そのオリンピックスタジアムでコンサートをすることだと。そしてクライマックスは、そのオリンピックスタジアムに、もうガメラのようにでかくなった亀がこう襲ってくるって話なんですよ。で、まあ別にね、これ、どんな人が見ても、このでかくなった亀っていうのは、主人公の鬱屈の象徴だっていうのがね、わかると思うんですけども、まあ面白かったですよね、だから。あ、つまり、これは怪獣映画も一つの回答なんだなと思いました。主人公の鬱屈が怪獣化して、その怪獣が暴れ回るのが一つのクライマックスで、で、さらに、主人公が昔好きだった女とかも、まあ、ちゃんと出てきて、それが、まあ、一つの癒しとして働くと。え、遅れてきた世界系ですよ。そうです。だからね、これは、で、なんかですね、この映画は、最初、忌野清志郎主演でやろうとしてたらしくて、で、だからね、こう、クライマックスで忌野清志郎の歌が流れるんですけど、いやー、ほんと面白かったです。で、唯一の不満はですね、ベイブって映画がありましたよね。ベイブと、1作目ベイブと、2作目ベイブとかへ行くと。そのショーンは、ベイブが大好きらしくて、だからですね、この地下世界で亀は、こう、魔法みたいな力をもらって、で、そのおかげで、主人公は、まあ、ロッカー、スーパースターになるんですけど、その地下世界みたいなのはね、こう、おもちゃとか、こう、うさぎとか犬とか猫みたいな小動物とかが、こう、ちゃんと口をしゃ、なんか喋れると。知能を持って喋れると。そういう世界が繰り広げられているんですけども、まあ、これね、多分予算の問題だと思うんですけど、まあ、その出来があんまり良くないっていうのが、まあ、唯一の欠点だと。なんかね、なんかね、こう猫ちゃんがいるわけですよ。で、この猫ちゃんも、ね、こう猫ちゃんと、こうロボットのおもちゃと、あと、人形か、人形、女の子の人形っていうのが3人いて、その3人がね、結構、こう、うまいキャラクターで、まあ、キーキャラクターみたいになってるんですけども、だからね、声優も豪華な声優を使ってるわけですよ。女の子の人形はしょこたん。ロボットは星野源。で、猫のぬいぐるみは、ニャースの、まあ、犬山犬子で、もうすごいうまくやってるんですけども、このね、こう、猫の人形が、もう地に足がついていないっていう。ちゃんとそれはね、こう、CG でも使ってもいいから、こう、猫の人形が歩くときは、ちゃんとね、こう、足が動くときに、ちゃんとね、こう、合わなきゃいけないんですけど、こう、ちゃんと地に足がついていないと。そして、だからね、多分ね、これ予算の限界だと思うんですけど、そこだけが残念でしたね。で、そこはね、おもちゃと小動物が、こう、暮らしてる世界なんですけども、トイザらスで売ってるロボサウルスっていうおもちゃが、ちょっとウェザリングされただけで出てくるとか、なんか、そういうね、ちょっとそこだけ安易でしたけど、まあね、あれです。まあ、そこ以外は、そういうこう一部の、ちょっとした欠点以外が本当面白い映画でしたから、で、特にね、そのシーンは、なんか今年も大活躍してて、もう何本も何本も、なんかね、3ヶ月連続公開とかいうのをやってて、で、先月やった新宿スワンよりも明らかに面白い映画でしたし、新宿スワンを見て、なんかそのシオンはこういう三池崇史みたいな方面に行っちゃうのかなと思いきや、あ、これは、ラブ&ピースはもうちゃんとそのシオンらしい映画じゃんと。もうこういうカルト映画、カルト怪獣映画見たかったっていう点で本当面白かったですよ。
まあそういうわけで、ラブ&ピースは、マッドマックスの陰に隠れてるんで、まあみんな見ないかもしれないんですが、おすすめなんで見てください。そして、そろそろ有料になります。有料では、加山里香の話もしますし、ちょっとこの T シャツの話もしますか。まあ、T シャツは、あれですよ。これはね、どういう T シャツを着ようかっていうことでいつも迷うんですが、まあ、歌舞伎町ということでこの T シャツにしましたし、どうしようかな。俺もこの後風俗とか行っちゃおうかな。で、あとですね、来月か、次回の宣伝もしますと、次回はですね、7月18日か。バックが撮ってるかどうかわかんないんですけど、7月18日から恐竜復活計画、ジュラシックワールドと恐竜復活計画っていうのをやろうと思いますんで、楽しみにしてください。次回はちゃんとアシスタントもつきますよ。そういうわけでですね、じゃあ、皆さん、そろそろ有料になります。有料では、加山里香の話とか、伊藤計画の話とか、ジャージーボーイズの話とかはしようと思います。はい。じゃあ、さまず皆さんお別れです。バイバーイ。